親のコネでこの会社に入社、バリバリの猛烈社員だった。ところが3ヶ月前から突然無断欠勤が始まった。3ヶ月前の芹沢に何が起きたのか誰も知らない。18の時から父親に教わってクレー射撃に熱中していたという。奴が射撃マニアであることだけは確かだ。 H&H マグナムだ、出せ。ありません。芹沢に間違いないんですね。ああ、店員が確認した。強奪された弾は H&H マグナムカートリッジ500発です。 500？ これから射撃の特訓。やっぱり本気だったんだわ、決闘。何が決闘だよ、バカが。ドック、あとは俺たちに任せてはどうだ。トシさんの言う通りよ。相手はまともじゃないんだもの。決闘なんて口実できっとドックを殺したいのよ。そうです。事件が終わるまでどっかでゆっくり。気持ちはありがたいけどさ、奴が選んだかっこいいケチってのは俺なんだよな。ここはやっぱり受けて立たないと日本警察の威信にかかるだろう。